バトフィー4 CZ3A1 シーズン7の新武器熱。あ、ザボド以降懐かしいな。さあ、解除したばっかなんで、アイアンサイおう、見づらい。まあ、K30 みたいな感じだね。結構ハイ RPM。結構ハイサイクルな感じで、うん、非常に打ってて気持ちいい感じが、この武器のいいところであるが、まあ、4のバランスなんでね、リコイルコントロールちゃんとすれば、中距離まで持っていけるという。まあ、強武器、うん。強武器としていっぱい使ってる人がいるかっていうと、まあ、そうでもないんだけど、もっとなんか AEK とか、もっと強武器あるんだけど、PDW の中では結構、個人的には好き。ええね。夏、なんか、こうやって歩いてると、若干リクレイムドよりか広い感じがするね。まあ、ザボドもね、人気マップなんで、うん。人気マップっていうかまあ好きって感じ多分みんなもそう、うん、まあ好きだよ。おうさあ、ロマンはあるが見づらいアイアンサイトからおさらばじゃ。よし、さあコブラサイトか、うん、ないよりマシ。いけいけ、すまない、先に行かせてしまった、私の責任だ、回復をくださいそれとこれとは話が別です。でやっぱね、意外とね BF2 マリオに回復が早いことに気づくね。過去作はね、回復がマジで遅いから復帰がね時間かかるんだよな。いいです、この地下をください、リクレイムども。うん、ザボドの醍醐味なんでこの地下は。そこのイモスなの諸君 OK。 なんかうんキルオンなくても楽しいですね、やっぱね。何なんでしょうか、この BF4 の、この爽快感は。うん。キルオンないんだけど、もう無限にやれる。ナイス。クリアか。あ、見つかっちゃったね。よし。リロードも早いな。全部打ち尽くすとそのモーションが若干長い気がするんだけど、途中でねタクティカルリロードする分にはめちゃくちゃモーションが速い、連戦できる感じがやっぱ近距離特化っていう感じなんだけど、うん、いやいいね、このザボドのここら辺。いやー、駆け回ったね。あ、いやBF4 めちゃくちゃ軽いわ。おおマジでフレームレートがマジですごい。めちゃくちゃ快適で、昔のゲームだからね。ああそうなんだけど、てかスコーピオン強っ。じゃこれドラムマガジンつくんでしょ、シーズン7。やばいですよ。いやいいね。おお、リロードやっぱ早いな。まあデフォルトで30発あるんでね、まあ多分シーズン7も30発あると思うんだけど、いや SMG やっぱね25発とか21発じゃ足りんからな。早すぎるこの連射力。であとあれだしな、シーズン7多分 SMG のヘッショ倍率がね若干上がるんで、それも相まっておそらく AK-5C よりかは多分スコーピオンの方が強いんじゃないかなと個人的には。おおそうやん、もうアプデをさ、BF4 のアプデを再開しろよくね、5のアプデを再開しろぜ。もう当然ながら言いますけども。おう、そうで死にそう。あと1しかない。そう。お肉を誰かください。お肉 !BF4 のね、アップデを再開しろ日本にどんだけいるんでしょうか。もう絶滅危惧種としてね、見つけられてすらない。BF4 のアプデを再開しろおじさん。もうちょっとね見たことないんですけども、まあ、それはそれで熱いよ。昔のねゲームなんだけど、もう全然ねグラフィックいいし、だから思ったよりねそのゲームのグラフィックがね、まあ、やっぱ当初はねなんかもう10年後のゲームなんてもう実写みたいな感じになるんだろうなと思ったけど、意外とゲームって感じ。うん、まあもちろんね、その BF204 もめちゃくちゃグラフィックいいんだけど、それをね、こう、全部引き出せるぐらいのマシンをね、持ってる人がちょっといないから、実質そのアベレージ変わってないみたいな、ところあるもんな。まあ、BF4 も普通に綺麗だしね。本当に。さあ、コンペンセーターとフォアグリップ。十分だ。最高。上海、ここもね、やっぱ BF4 といったらやっぱこのマップでしょう。まあコンクリじゃないんでね、ビルの倒壊とか、できないんだけど、チームレスマッチもなかなか。おう、ダブルキルマン、2個くれ、ほっ、いいとこにおう、あ、意外と快適だな、ほんと。なんか全然ね、アジアサーバーとかじゃないんだけど、全然快適なラグさ、快適なラグさ、うん、よくないぞ。危なすぎる。いやちょっとね、回復がないからな。ほんとパルクさんだったらと思うけど、BF4 はそんなに甘くない。で、まあ公平しか持てないからな、PDW 自体が。意外とね、いろんな武器の種類あるんだよね、BF4。DMR とかカービンとか、PDW とか、普通に AR とか、ショットガンとか。エアパーゴ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 ー、目突です。やめてー。あ、残ってるね。目です。いいぞ。何なんですかあなたお、キャラポン、このジャンプよ、もう確定です。もうシーズン7、もうシーズン7ね、うん、CZ 派遣武器確定です。もうこんなドラムマガジンなんかね、もう月を暁にはもう BF おじさんね、怒りのロッカー懲役延長です。うん、まあ、執行猶予付きでね、BF2042 に遊びに来たかもしれないけど、うん、もう多分シーズン7始まったらね、もう BF4 おじさんもう言うよ、もう CZ 強すぎやんって、お、また CZ か、お、もう強武器ばっか使うなよって。もうね、もう自分は9年前ね、なんか AEK とかエースとか、うん、なんか強武器にね、うん、大式ホールドかましながら全力ダッシュしてた今のね、BF4 の老兵のやっぱねおじさんたちもね、うん、思うんじゃないかな、やっぱ CZ 強いなって。うん、いや今からよ、今から練習しとくんです。なんか多すぎない？全方向に敵です。あっ、ダメです。ちょっとやっぱドラムマガジン必要だ。でもやっぱね、4からねずっと遊んでるその BF おじさんの一人としてはね、 AEK のね弱さに僕はね涙を禁じ得ない。うん、ちょっと AEK をね BF4エディションとしてね、もう一回ポータルに追加しよう。アバカンもね、BF、そのバッドカンパニー2と3で、その別の銃としてね、ちゃんと実装されてるんで、AEK もね、ぜひ、BF4 バージョンをね、実装してもらって、もう、BF おじさんたちにね、勇気を今ではね、芋砂と化してしまった。あれちょっと、誰かの死体ごめん。うん。やっぱね、死体には敬意を持って弾を打ち込まないと。うん。やっぱね、これも BF4 の文化です。あ、ナイス。ちょっと弾がないわ、やっぱドラムマガジンこれいるわ。レッツゴー。おっ、お、ダメです。いや、このね、多分ねロングというかストレート、やっぱりね、ええよ、ええよ。被弾の前に逃げる感覚が戻ってきた BF4 の。任したでかすぎーこれぞ BF4 おじさんの真の力。マップ知ってる発動お、こっち、こっち経験があるんで。遅い。おー、ナイスシュー。あら、意外と落下ダメがでかい。肉ください。お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた。ダメだ。うん、タバコ吸ってる。一服してる。今日当たんねえなって。一服始めちゃった。えっ、私のキルも。おー、チャイニーズウィーン。会場音いいねこれ。おー、レッツゴー、1 BF4 神ゲー GG イージー。お前24キル10ですやないか。お、気まずいっすね。うん、非常に気まずい。これ言っていい人はね、デス数の方が多い人だけです。